工技研の半導体レーザー光源 MLXK タイプ輝度均一ライン光は、ライン光の中心部分と両端部分の輝度分布とエネルギー分布をより均一に近づけた製品です。当社の輝度均一ラインは、生産設備向けの検査装置用の光源として多数の企業にご利用いただいております。対象となる検査物に対してレーザーの光を当てて、それをカメラで撮ることによってデータに置き換えると、それが今まで人間の目が検査していたものを、機械で処理していくという形の基本的な構成になります。従来のラインレーザー光源で問題となっていたライン光の中心部と両端部の輝度分布をプラスマイナス 10% にしています。複雑な複数のレンズを調整組み立てすることで、ユーザーの希望する搭載レーザーや焦点距離、広がり角にもきめ細かく対応可能です。 Digging for news.